おめでとうのメッセージ君にとってペッパーエヴァーヒこの先の未来のちょっとした不安や寂しさは僕に任しといて、いつも少しでも少しでも君の笑顔の隣にいられたら嬉しいけど、さよならさよなら、お別れの日にはどうか終わらせて、君の出てたの終わらせて、寂しくはないよ悲しくじゃない、振り回されたって放り投げられたって大丈夫、起こらんよこの先の君のちょっとした笑顔や涙が絡んでいますように、いつか少しでも少しでも君の思う